ジョナサン・チャールズ・ルクロイは、アメリカ合衆国フロリダ州レイク軍、ユースティス出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のワシントン・ナショナルズ所属。ミルウォーキー・ブルワーズ時代2007年の MLB ドラフト3巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、6月9日に契約。2010年5月31日のミネソタ・ツインズ戦でメジャーデビュー。 6月下旬頃からレギュラーに定着し、最終的には75試合に出場して打率。2 5 3位を本類が26打点、4盗塁を記録した。2011年は2月に指を骨折し、開幕10試合を欠場したが、その後は正保守に定着。136試合に出場し、ブルワーズの地区優勝に貢献した。パスボールはわずかに一つで、 これはマット・ウィータースと並んで MLB の聖捕手では最小体だった。当時のブルワーズ監督だったロンレニキーは投手陣が校長だったのはルクロイの存在が大きかったと語った。打撃面でも2桁本塁打を放った。2012年の開幕前に5年1100万ドルでブルワーズと契約を延長した。5月28日には 遠征先のホテルの部屋で靴下を探している最中にスーツケースが右手の上に落下して骨折し約2ヶ月離脱するというアクシデントに見舞われた。それ以外は好調なシーズンで打率は300を超え特に得点圏では打率389を記録した。2013年はシーズン開幕前の2月27日に第3回ワールドベースボールクラシックの アメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは147試合に出場して、初めて規定打席に到達した。打撃面では、打率が低下したが、自己ベストの18本塁打を放ち、メジャーの保守では、最多となる82打点を記録し、サヨナラ打もよく放った。野球以外の局面では、事前活動を行い、ロベルト・クレメンテ賞の候補者の一人に、ノミネートされた。 2014年は打率。301はナショナルリーグのない53二塁打はナリーグ最多かつ1900年以降の星としては最多だった。本塁打は4年連続で2桁を超えた。オフのナリーグ MVP 投票では4位にランクインした。2015年は故障もあり、103試合の出場に止まって3シーズンぶりに規定打席到達を逃した。打撃面では打率。 264、7本塁打、43打点という成績に終わった。2016年は地元紙のインタビューで、ルクロイ自身の考えやチーム事情から、打球団への移籍を希望している旨を述べた。シーズンでは前半戦を打率、301、11本塁打で折り返し、監督推薦で2度目のオールスター選出となった。 テキサスレンジャーズ時代2016年7月31日に、ルイス・ブリンソン、ルイス・オルティーズ、後日発表選手とのトレードで、ジェレミー・ジェフレスと共にテキサスレンジャーズへ移籍した。レンジャーズ加入後は、正捕手の座を任され、47試合に出場。ハイペースで長打を生産して、打率、276、11本塁打、31打点を、記録した。 ブルワーズとの合算では142試合の出場で打率29224本類が81が点5盗塁だった。オフの11月3日にレンジャーズが525万ドルの球団オプションを行使した。オフの11月14日に第4回 WBC のアメリカ合衆国代表への参加の意思を表明した。2017年は シーズン開幕前の2月9日に第4回、WBC のアメリカ合衆国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。3月22日の決勝をプエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。2017年7月30日に後日、発表選手とのトレードで、コロラドロッキーズへ移籍した。移籍後は打率。310の成績を残し、 チームのポストシーズン進出に貢献した。オフの11月2日に FA となった。2018年3月12日にオークランドアスレチックスと1年契約を結んだ。この年は126試合に出場して打率241、4本類打、51打点を記録した。守備ではリーグ最多の72盗塁を許し、守備率990.10エラーは アメリカンリーグワーストだった。オフの10月29日に FA となった。ロサンゼルスエンゼルス時代2018年12月29日にロサンゼルスエンゼルスと1年335万ドルの契約を結んだ。2019年7月7日のヒューストンアストロズ戦で、この工作プレーには、米メディアやファンだけでなく、現役メジャーリーガーたちも次々に反応。 ヤディアー・モリーナが SNS 上で怒りをあらわにすると、アストロズのチームメイトが反論するなど場外戦も起きた。7月31日に復帰したが、8月2日にリーフとなり、5日に FA となった。シカゴカブス時代2019年8月8日に、シカゴカブスとメジャー契約を結んだ。移籍後は27試合に出場。閉幕後に FA となった。 2020年2月19日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした7月29日にリーフとなり8月1日にマイナー契約となったその後9月15日に自由契約となったレッドソックスから 自由契約となった同日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。オフの11月2日に FA となった。2021年2月11日にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月29日に放出された。2021年4月3日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。 4月6日にロースターに入った。その日の午後にナショナルズでの初出場を果たし、日司令ボールツーストライクから2点タイムリーヒットを打った。最終的に6から5でナショナルズは勝利した。ありがとうございます。